行きます。あなたが望むなら共に参りましょう。ベッドですか？じゃあ私と一緒にしましょう。スノーホワイト、出撃します。私をお望みですか？ゲームをしに行くんですか？大量のラプチャー部隊がアークの入り口に進撃中という情報です。現在の速度なら3日後には入り口に到達されます。迎撃する必要があるな。要注意対象はありません。旧型モデルのみの編成です。大型ラプチャーも2機しかいません。よし、では早く行って終わらせよう。出発の予定は1時間後だ。全員準備してくれ。随分な強行軍だ。昨日大きな戦いがあったばかりではないか。正確にはこの2週間1日も休まず戦っています。仕方あるまい。人類が敗北を認識しアークへの移住を決定したのが2ヶ月前。秘密裏に準備していたはずがなぜかラプチャーたちに見つかってしまった。この2ヶ月間でアークの入り口が何度狙われたと思う？公的な記録にあるものだけでなんと212回だ。221回ですよ、指揮官。とにかく奴らはアークの入り口を塞ごうと必死だ。だからこそ人類の全戦力はアークへの入り口を中心に投入されている。絶対に崩されてはならないんだ。無理をさせていることは分かっている。だが私たちが動かなければ人類はここで終わってしまうかもしれない。他の部隊も全力で戦っている。だが力不足だ。私たちが動くしかないんだ。勝利の女神ゴッデス部隊が。分かった。私が神経質すぎたようだね。準備します。ラプンツェルとスノーホワイトは？いつも通りですよ。じゃあ呼んできてくれる？ラプンツェル。ああ、ドロシー、どうしました？準備してください。出撃です。またですか？はい、わかりました。支度します。研究は進んでいますか？それなりですね。おおよその原理は突き止めました。侵食は私たちの頭にあるナノマシンを汚染しラプチャーの思考回路に変換してしまうものです。催眠闇落ちとも言えますね。はい。あ、知りませんでしたか？つまりそれはまた今度にします。それで対処法はあるのですか？理論上は状態が悪化する前に頭部のナノマシンだけを取り除けば良いのですが、それが難しいのです。今のところ人類連合軍、いえ UFF および VTC が推奨している侵食への対処方法はただ一つ。
脳の破壊だけです。ウルトスリーで一時のげきますが、根本的な解決にはなりません。レッドフードが生きていれば、参考になったと思うのですが、レッドフードのように、心身された状態で意識を取っていたケースは、非常に珍しい事件ですね。いいえ。まのころ、レッドフードのケースです。どのケースを調べてみても、レッドフードの開催を見切りけませんでした。新人の使いからするです。まだまだ生きるかもしれないですよ。そうだといいのですが、あの時期、すべて心身不安でしたから。レッドフードの人がいなくなれない、一つ約束をしていたんだ。必ず直すと。それなのに、レッドフードが立ち去ったとき、私は引き止められませんでした。直してゼルゼルと、堂々と言い切ることができませんでした。あの時は、レッドフードを引き止める口実で、約束しただけでした。聞いていないな。そうですか。
そうか、イエスを制したから。まだ憎いのいない。はい、はい。もうそろそろ、許してやったらどうだが。許したからって、何か変わりますか？死んだのだに。それに、私は何があっても許しません。仲間を捨てていた人々だから。行きましょう。ああ、行くとしよう。なんだよ。壊れちまったな。みんなボロボロか。カラカラでボロボロ。カサカサプレイヤーボロボロボロ。ピッチハイクは諦めろ。今は避難だったんだから忙しいじゃねえかな。だから歩くの遠すぎるよな。途中でどうにかなっちまうかもしれないし。どうするかな。ヒッチハイク中だよ。目的地はどちらですか？この車どこまでですか？アーカーの入り口まで近いです。ちょうどよかった。ちょっと乗せてくれよ。抽選券はお待ちですか？アーカーが抽選券券が入りませんか？違うんだ。アーカーの券じゃなくてその途中に用事があった。そこで降りるから。わかりました。それから強めの鎮痛剤を持ってないかな。見てみよう。技術をご覧になりましょうか。焦りは一物です。こんなのお休みご用意しました。状況終了。ラプターは全滅しました。ご苦労だった。すぐに戻ろう。ヤツは出なかったか。シンデレラとですか？ああ、早く雪辱を果たしたくて彼がうずうずしているよ。勝つ自信があるのですか？さあ、それでも全力でぶつぶればどうにかなるだろう。シンデレラって言葉を禁止し、精神なコードネームでついたの。アナキオールだって。アナキオール。今はどこかに消えてみたの？まさか。防衛線を中心に作戦を実行しているから会えないだけで、アナキオールの活躍は大きな問題ね。出現した場所は全部消毒か。まともにも予定もできないらしいの。それから必ずやつに人間だろうと武器だろうと生かしたくるんだって。
自分の実績をみんなに知らせろとでも言わんやめる。シンプルは、どうしてこんなことに。フェアリーゲームモデルの第二世代として、人類の味方になったって言うはずだったんだ。前、エリシオンの研究所で見たりしたじゃん。ラプチャーとニケが融合してたの。あれ成功してちゃったこと。ありえないだと体を改造して、新種で人類と敵対させるの。このまま放っておくのか。当然のよう。アナキオーデの象徴になってるもの。ラプチャーにとっては、勝利の象徴。人類にとっては、恐怖を象徴。私たちのアンチテーゼって感じね。本当なら、今すぐにでも倒しに行きたいけど、私たちは忙しいでしょう。それに、そのうち嫌でも戦うことになる。アナキオールがアークの入り口を襲撃するのよ。もう時間の問題だもの。対抗策は？リフスとアナキオールが一対一の状況を作る。今のところ、それが一番確実な方法だ。やっぱり、リリスお姉ちゃんしか相手できないってことですね。そう落ち込むな。奴は一体多数の戦いに特化してきている。落ち込んでいるのではなくて、ただ単純にリリスお姉ちゃんがすごいって思っただけです。ありがとう。それはつまり、私たちが今からヤツを倒せなかったということか？みんなを守らなきゃいけなかったから。正直だね。あなたたちにはもっと大事な仕事があるもの。ここで死なせるわけにはいかないでしょ。もっと大事な仕事ずっと大事なこと。おとろ、みんな乗ってくれって。ごめんなさい。一分だけエコーさせてください。すごく重いでしょうか。羽のようなことだ。ただ、本当ですか。鋼鉄製の羽だからかな。そろそろ限界みたいです。いや、大丈夫じゃった。私もそう願っていますが、最近やけに多いので、そんな顔しないでください。私はあの子たちがきちんと戦えるようになるまで見届けます。大切な仲間たちを置いてはいけませんよ。もうそんな顔しないでくださいってば。一気に片付けましょう。味気ないですね。あなたに勝利をもたらしました。
なあ、親切なおっさん。オスワルドです。そうか、オスワルド。こんな状況でヒッチハイクをしてるやつをあっさり乗せちまうなんて、警戒心がなさすぎじゃないか。それはこちらのセリフですよ。こんな状況でヒッチハイクなんて、怖いもの知らずですね。お前さ、むやみに知らない人を乗せたら。こういう目に遭うし。心に刻んでおきましょう。もし私の様子がおかしいと思ったら、すぐに声が変わったとか、目が真っ赤になった。ミケの自別用拳銃ならお前でも撃てるはずだ。恐ろしいことを言いますね。もっと恐ろしいものを見るはずになる前に撃つって約束してくれ。わかりました。それでどのあたりで降ろしましょうか。レッドフード知ってたんだ。はい。お前は誰だ。なぜ私を知ってる。一人で軍用車を運転しアークに向かっている人間です。人類連合軍のお偉いさんか。今は中央政府ですね。侵食の治療薬はまだできてないな。中央政府のお偉いさんなら知ってるだろう。 VPC とラプンツェル様が研究を続けていますが、これといった方法はまだ見つかっていません。侵食初期の場合ならコールドスリーズで止められるという程度です。初期ってどれくらいで入る。3時間程度と推定されています。夢のまた夢だな。生きていたんですね。2ヶ月前に侵食の影響で処分されたとか報告を受けましたが。得意体質なんだろうな。まだ行かれてないってことは。そのようですね。報告する気か。考え中です。あ、いくつか質問に答えてもらえるなら報告しないでおきます。いいぜ。その代わり急に寝ちまうかもしれねえから、そこはカフェな。はい。なぜロッテス部隊に戻らなかったのですか。2ヶ月間も歩いてる途中でぶっ倒れたんだ。目覚めたのは3日前だったかな。では今から帰るつもりで。いやいや、今の私は引き金もまともに引けねえ。引こうとするぞ、侵食がひどくなっちまうじゃん。ひどくなるというのは体が痛いのですか。いや、人を打ちたくなるね。だからまぐれで。喜んで迎えてくれると思いますが。私はあいつらを捨ててきたんだ。今さら戻れない。ではどちらへ。故郷に。なぜ。怖いんだよ、あいつらから。報復を恐れているのですか。よほどひどいことを言ったのでしょうね。そういうことじゃなくて、あいつらが悲しむ姿を見たくないんだよ。戻って隣にいたところで私は殺されない、あいつらに。それが怖いんだ。だから一人で死ぬ道を選んだと。苦しむのは私だけで。そうでしたか。部隊は本当に素晴らしい。デビュー戦は未だに忘れられません。全メンバーが揃って初めて向かった作戦は素晴らしかったです。急に何の話だ。ゴッテス部隊と実際に会うのは簡単なことではありませんので、熱狂的ファンの独り言だとお考えください。ま、好きにしな。ではデビュー戦の話に戻りましょう。
部隊は奇襲攻撃を仕掛け、大型ラプチャー4機を一人で撃破しました。何をしても勝てなかったラプチャーを、何食わぬ顔で全滅させたのです。ラプチャーが勝てるという希望を抱かせてくれました。それから、民家防衛戦。もうここで誰も死なせはしない。あれ、本当に最高でした。体調が言ってたよな。単身で要塞一つを焦土化させた。リリス。森林戦でラプチャーたちを翻弄し、一掃した。ドロシェ、すごかったな。民間人50名を守りながら、たった一人の死傷者も出さずに脱出した。そう。グレンも、最高だったよ。それからあれ、地平線の白い死神が、あれが成功するとは思いませんでした。スノーはやればできるんだよ。8km でしたっけ、狙撃戦を続けた距離。多分な。その時の気分はどうでした？大したことはなかったぞ。あれを倒さないとみんなが死にそうだったんだ。やはりゴッデスは素晴らしいですね。それからスターライトブリッジでも。戦闘が起きたようですね。行ってみよう。行ってどうするんですか。助けないと。どうやって。さあな。それじゃ困りますよ。行ってくれ早く。この車には最低限の自衛用兵装しかありません。行ったところで無駄死にするだけですよ。いいから。そんな。移動中の避難民の集団だったんでしょう。20人程度のようです。全員死亡していますね。まだ生きてる奴がいるかもしれねえ。わかりません。いるかどうか。この場を離れます。我々だけで、あれほどの数のアクターを相手にはできません。あれぐらい、私一人で十分だ。今はいけません。いけるって。銃も撃てないのでしょう。どうするつもりですか。知らない。それでは困ります。
レッドフード。エデンの技術をご覧に入れましょう。すごい。素手でラプチャーを。ああ、うまくいくぞ。とっとと、やっとけばよかった。やはりゴッテスは。くそ、ダメか。頭が痛い。ニケだ。ニケがラプチャーを素手で倒したんだ。でも、具合が悪そうよ。例の、侵食ってやつじゃないか。人を襲うっていう、あの、どうしよう。待てよ。あのニケ、見たことが。ちょっと、どこ行くの？行っちゃダメよ！お姉ちゃん、大丈夫？近づくな！危ない！お姉ちゃん、ゴッテスでしょ？私、テレビで見たことあるよ。赤いお姉ちゃんだよね。そうだけどよ、ちょっと離れてくれないか。ゴッテス、そうだ、ゴッテスだ。思い出した。勝利の女神。お姉ちゃん、苦しいの？変なの。ゴッテスは無敵なのに。うまいだろ。はあ、お姉ちゃん本当に苦しいのかと思っちゃった。ゴッテスは演技も上手なのさ。侵食を克服した。レッドフードですよね。まさかここでゴッテスに会えるなんて。ありがとうございます。おかげで助かりました。このご恩をどう返せばいいのか。ごめん。もっと早く来ればよかったな。いいえ。これだけでも生き残れたんですから。実はみんな、もう諦めてたんですよ。でも急にゴッテスが来てくれるなんて、やっぱり勝利の女神です。他の皆さんはどちらで？私、トロシー様のファンなんですか？僕は、ラプンツェル様のファンです。あっと、用事があってな。今は私一人で動いてんだ。そうでしたか。必ずお伝えください。大ファンだって。僕もです。わかったよ。
中央政府所属のオスワルドと申します。皆さんどちらに向かわれていたのですか？あ、はい、アークに向かっていました。抽選券はお持ちですか？はい、もちろんです。みんな持ってますよ。あ、少々お待ちください。何してるんだ？この方たちには申し訳ないですが、抽選券を回収してます。必要な人がいるかもしれませんから。アークに行くなら私の車で行きましょう。私の目的地もアークですから。少し狭いでしょうが、歩いていくよりは楽なはずです。おお、ありがとうございます。本当にありがとうございます。おちびちゃん、名前は？フリージア。フリージア。パパとママは？うん、二人とも死んじゃった。病気になっちゃって。この間会いたいだろうな。会いたいよ。でも大丈夫、お別れの挨拶ちゃんとしたから。パパもママもね、ずっと苦しんでたの。だからたくさんお話ししたよ。良かったこと、悪かったこと、全部お話ししたよ。だから大丈夫。いっぱいおしゃべりしたから、パパとママも大丈夫だよ。そうか。私ね、将来ゴッテスみたいなニケになる。ゴッテスを見てると元気が出るの。パパとママもそうだって言ってた。だから私もそうなりたい。そっか。でもニケになるのはよく考えな。一度なったら戻れないから。いやだ、ニケになるもん。やれやれ。ねえ、サインして。サイン？うん、ここに。サインなんてしたことないぞ。でもして。ほら。お姉ちゃんの字すごく下手。へえ、じゃあなんか書いてくれよ。どんだけうまいのか見せてもらおうじゃないか。それにな、川の上に字を書くのって難しいんだぞ。ありがとう、お姉ちゃん。ったく。行きましょう。いいよ、私はここで降りる。目的地はここではないでしょ。ここで会ってるよ。荷物を捨てればまだ十分動きます。ああ、鋭いな。でもいい、荷物アークに運んでんだろ。大事なもんじゃないのか？私が乗ったらみんな乗れねえ。言ってくれ、これを。ん？私のじゃん。なんでお前が持ってんだ？大事そうに抱えながら眠っていらしたので修理しておきました。あ、ありがとよ。それからこれも。ご自身に使うことがないよう祈っています。ああ。あちらの電波塔が見えますか？その下に何台かバイクがあるはずです。ニケでも乗ることができます。いいよ、あとちょっとだから歩ける。帰りに必要になるでしょ。では失礼します。人類のために戦うゴッテス部隊に感謝を。ああ、ありがとな。